日本ボクシング史上最高の逸材井上尚弥。わずか6戦で世界王座を獲得し、8戦で当時世界最速の2階級制覇。そして今年5月、バンタム級で衝撃的な KO 撃、3階級制覇を達成。井上はパウンド・フォー・パウンドのランキングで現在7位、世界にもその名を轟かせている。誰よりも強くなりたい。日本の怪物は大きな決断をした。 WBSS バンタム級最強トーナメント、オファーが正式に来ています。出場します。ワールドボクシングスーパーシリーズ WBSS、 幻想的で荘厳なイベント演出、選ばれた8人の選手がトーナメント形式で争い、およそ1年をかけて最強の男を決める。昨年ヨーロッパで産声を上げた新たな試み。第1回大会のクルーザー級トーナメントでは、オリックスの牛久が4団体を統一、富と名声を勝ち得た。そして WBSS が第2回大会で選んだ階級の一つが黄金のバンタム。このトーナメントの頂上にたどり着くのは誰だ。これ一番証明するんじゃないですね。今まで求めてきたものが実現されようとしてきてる。こういうトーナメントで勝負できるっていうのはモチベーションはさらに上がりますね。The Monster. 今年7月、モスクワで行われた組み合わせ抽選会。そこには最強を決めるにふさわしい豪華な顔ぶれが集結した。4人の世界チャンピオンと屈指の世界ランカー、選ばれた8人の選手が争う WBSS バンタム級トーナメント。 WBA スーパーチャンピオンは驚異のスピードと切れ味抜群のボクシングで19戦全勝、イギリスのライアン・バーネット。 IBF チャンピオンはプエルトリコが誇るテンプの際、18戦全勝、エマヌエル・ロドリゲス。 WBO チャンピオンは初回11秒の世界戦最短 KO 記録を持つ南アフリカの技巧派サウスポー、ゾラニテテ。さらにレジェンドも参戦。世界5階級制覇を達成したザ・フィリピーノフラッシュ、ノニト・ドメア。井上の初戦の相手は元 WBA スーパー王者フアン・カルロス・パヤノ。ドミニカ共和国の代表としてアテネ、北京と2度オリンピックに出場した豊富な経験と高度な技術、ラフファイトも仕掛ける変幻自在のサウスポー。todo entrenamos con la seguridad de ganar, que esta no va a ser una pelea como la anterior, que espero que esté bien preparado porque es una guerra que viene. まあキャリアもあるし、技術だけじゃなくラフファイトも仕掛けてくるし、まあ、いろんな引き出しを持ってる選手だなっていう印象あります、ね。まあ、注意して作戦立てて挑む試合だと思います。強力なライバルたちを抑え、優勝候補ナンバーワンと目されている井上。世界最大最強トーナメント WBSS、 誰が一番強いのか、このシンプルな問いに答えるために、井上尚弥がいよいよ決戦のリングに上がる。まあ、この大会がやっぱり本当の人生を変える、まあ、大会なのかなっては改めて思いますね。やっぱり何が何でもやっぱ優勝して先の景色見てみたいなっていうのもすごい思います。バンタム級世界統一へ大きな一歩を出します。
WBA バンタム級チャンピオン井上尚弥。Wearing the black trunks, official weight 117 pounds. His record near perfect, 20 wins, 9 of those coming by way of knockout against one blemish. Fighting out of the Dominican Republic, now out of Miami, Florida. He is the former WBA bantamweight champion of the world. Tonight, he is the challenger. Please welcome Juan Carlos Baby Pacquiao Payano.井上の目の前に強敵が現れました。元 WBA 世界バンタム級スーパーチャンピオン、ハン・カルロス・パヤノ。ボクシング版のワールドカップとも称されます WBSS。 ボクシング世界史上4団体のうち、現在空位である WBC を除く3団体の世界チャンピオンたちが参加しています。今日はまず準々決勝の試合、そこに井上尚弥が挑みます。超満員の横浜アリーナ、ついに始まりました。 WBSS、 日本に初めてやってきた世界最大最強トーナメント。さて放送席ですが、 WBC バンタム級をはじめ世界3階級制覇を成し遂げた長谷川穂積さん、そして WBC バンタム級チャンピオンとして12度の防衛記録を誇ります山中伸介さん、日本人世界チャンピオンとして長きにわたってバンタム級戦線を引っ張ってきた名チャンピオンのお二方にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ井上のまず初戦が始まりました。相手はパヤのサウスポースタイルになりますが、長谷川さん、はい、どんなところまで注目されますか。そうですね、まず名古屋は多分今まで通り強いと思うので、パヤのが、はい、井上名古屋のビッグパンチを受けたときに、はい、やばいと思うのか、それともこれならいけると思うかでこの試合は大きく変わってくる試合になると思います。となりますと、やはり最初のパンチというのは非常に重要になるわけですね。そうですね、まだ、井上はビッグパンチ出しないので、はい、まず軽くボディを張っていく。当たって決まった、台を取った、名チャンピオンが、スーパーチャンピオンが沈められた。こんなことがあるのか、最強すぎる男井上尚弥、まさにモンスター。いやー、お話を伺おうと思ったんですけれども、紹介される前に終わりましたけど、まあ、すごい右の一撃でしたね。何ですか今のワンツー右ストレート。あれはもう誰も立てません。これどのくらいのタイムで正式タイム決まったのか分かりませんけれども、いやー、まあ、かつて世界戦では長谷川さん11秒で決着をつけるというゾラニ・ケテの記録がありますけれどもね。そうですね、まあ今のワンツーは見事でしたね。いやー、これは最強の男たちが、はい、山中さん、はい、勝ちに集まってるんですよ、はい、しかもスーパーチャンピオン、名チャンピオンですよ相手は。そうですね、まあ、様子を見るというか、一発出した右ストレートが本当に狂い人として衝撃の倒れ方しましたが、全く反応できてなかったですね。まあ、名古屋はあれ得意パンチなんですよ、はい、少しだけタイミングをずらして打つワンツーという意味では、なので、まあ、それがまさかこう1ラウンド目綺麗に当たるとは思わなかったですね。これは世界的な大会でもあるんですけれども、世界的な出来事でもあります。この右です。これはね、スパーリングでもよく出してるんで、得意パンチではあったんですけど、まさかこんなに綺麗に決まるとは思わなかったですね、はい。もう一度ご覧いただきますが、山中さん、はい、改めてこの左のジャブから右ストレートですよね。スーパーフライ級の時に、はい、ナルバエス戦で初回に、右ストレートでダウン取りましたけど、はい、あの時も衝撃だったんですけど、それ以上の右ストレートでしたね。そうですね、いやー、これこの KO によりまして、日本のこの世界戦の連続 KO 記録と、それから通算 KO 記録、これ新記録達成なんですよね。まあ多分これからもずっとこう KO の記録を伸ばしていくんじゃないかなっていう、そういうような試合でしたね、はい、いや本当に
ちょっとすごかったですね。いやー信じられません。まあ、あの両足揃えて倒れるっていうのはよっぽどダメージが効いてる時なんですよ、まあ、あの倒れ方ではまず立つことは不可能です、ね、立つできない、はい、いや全くと言っていいほど井上尚弥汗をかいていません。ダメージも、ね、ないですね。まさに秒殺撃、井上尚弥見事初防衛成功。そして WBSSトーナメント準々決勝突破、圧倒的な勝利を収めました。いや前回も衝撃的な KO でタイトル取りましたけど、はい、今回は前回以上の衝撃を世界に与えましたよね。そうですね、これも世界中に放送されてるんですけれども、山中さん、はい、間違いなくこれ世界がどよめいてますよね。そうですね、まあ井上君に対する期待値というのは本当に今高いんですけど、はい、またそれ以上の以上ですよね、衝撃の結果でしたね、さあそれでは勝ちましたチャンピオンの井上尚弥インタビューに入ります。We are joined alongside by the world champion, Naoya the Monster Inoue. Naoya, can you tell us how gratifying of a win is this for you? This place is jam-packed. They all came out to see you. How much does this mean for you to get a performance and provide something like this? 母国日本で今のような素晴らしいパフォーマンスをできたことについて今のお気持ちを教えてください。いやもう最高ですね。皆さんありがとうございました。That right hand, can you talk us through the finish of the fight? It seemed like as soon as you hit it, he immediately crumpled down. Did you feel like it was over for him when you landed that thudding right hand? ボディへの右入った瞬間にもうこれは終わるなという感触はありましたか？はい、もう手応えも、ものすごく、拳に伝わってきて、まあ、倒れ方も、かなり効いていると思ったので、もうこの一撃でもう終わったと思いました。I felt my fist was right into his body, so I thought he's going to finish the fight. What does it mean for you to be a part of the World Boxing Super Series here in this Bantamweight tournament? There's a lot of talent, but tonight you were the first one to go at 122 pounds and you made a statement. How prestigious is this for you to be able to show to the entire world that you are the best here in the Bantamweight division?バンタム級の先陣を切った形になりましたけれども、このような勝利を挙げて自信のほどいかがでしょうか？はい、まあ、WBSS 初戦最高の形で、スタートを切れたと思うので、準決勝、ロドリゲスや、待ち受けているので頑張ります。 I'm very happy that I could finish a fight like this opening for the, new series, but this is just the first round. I will have a second round, so I'll show the best fight next time tooWith a quick performance like this, I'm sure you want to get back in the gym, but who do you want next in the semifinals? まあやっぱり井上危ないと言われているロドリゲスが自分は、戦いたいと思っているので、無事勝ち上がってもらって、次はきっと海外になると思うので、皆さん海外に来れる方はぜひ海外で応援よろしくお願いします。I would like to fight against Rodriguez because he's going to be the generous fighter for me.But next round might be outside of Japan, so please everybody come over to whatever the country will be taking place. I'll be waiting. Naoya, congratulations on the victory. ありがとうございました。Naoya Inoue, ladies and gentlemen.